桜坂46旧欅坂46の2期生メンバーである井上里奈。井上里奈は1999年1月29日生まれ、兵庫県出身。彼女は2018年に開催された坂道合同オーディションに合格し、翌年の2019年2月に桜坂46に正式加入しました。井上里奈の特徴的なポイントの一つは、その明るい笑顔と天然な性格です。彼女のパフォーマンスはエネルギーに満ち溢れており、ファンから癒し系として親しまれています。また、彼女は体力が抜群で、ダンスパフォーマンスでもその力を存分に発揮しています。さらに、彼女の特技として、ピアノ演奏が挙げられます。音楽的なバックグラウンドを持つ彼女は、歌唱力も高く評価されており、グループ内の楽曲でもその実力を発揮しています。日々の努力と明るいキャラクターで、多くのファンから愛される存在です。井上里奈の今後の活動にも注目が集まっており、さらなる成長と飛躍が期待されています。桜坂46の一員として、彼女がどのような新しい魅力を見せてくれるのか、引き続き目が離せません。